明るい南の島で一人の光を見たい。太陽を浴びて優雅に暮らすのが夢。どうも皆さんこんにちは、ナイキです。今日もね、あつ森実況やっていきたいと思います。いつもね、ご視聴コメント高評価の方ねありがとうございます。今日なんですけど、またねディズニー作品のねマイデザインの方を紹介していきたいんですけど、今日はねもう日本の皆さん大好き塔の上のラプンツェルからユージーン、そしてねラプンツェルのねマイデザインの方で皆さんにシェアしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあもうね、それじゃあね、早速ね、家の方に向かっていきたいんですけど、この間にね、少しトークの方していこうかな。いつもね、ほんと最近チャンネル登録の方ね、どんどん増えておりまして、皆さんに本当に感謝しております。ぜひともね、まだチャンネル登録してない方は、このチャンネルではあつ森のね、マイデザインの方を紹介しておりますので、ぜひともね、登録してくれると本当に嬉しいです。じゃあね、もう早速ね、着替えていきたいと思います。じゃあ行ってきます。じゃあね、ラプンツェルの方作っていきたいんですけど、今着てるのはね、悟空です。はい、全く関係ないです。でね、お顔の色は僕ここにしたいかな、今日は。で、髪型なんですけど、思ってるね、いいのがなかったです、さっき探したけど。これはもうさ、全然違うじゃん。パッツンじゃん。まず色はね、もう、これだよね。うん、こっちにしようかな。ショートカットのラプンツェルは、いや、これは違うだろう。でもこれか。これかこれだよな。でもまあ今回作っていきたいのはロングヘアなので、まあこれはちょっとクリーピーナッツのある指定すぎるから、まあこれかなと思います。で目の方はまあいつも通りこれにして、目の色はね緑です。で鼻と口は僕いつも通りこれにしたいと思います。でチークの方も入れてあげて、フェイスペイントなしで女の子で完成です。はい、じゃあね服の方も着替えていきたいと思います。あの僕の動画見てる人結構思うと思うんですけど、僕ねあんまテンションはね高くないです。あの本当にテンション別にぶち上げみたいな動画はね多分作らないと思います。はい、じゃあねもう着替えていこうと思うんですけど、ラプンツェルねあの裸足でいきたいと思います。やっぱ塔から降りた時靴は履いてなかったので、あの裸足でね街をうろうろしていた彼女ですからね。やっぱ塔から出ないから靴っていうものの概念がないんだよね。まあこれで完成です。ねえ、あんなね塔にずっといたわけだから相当やむよね。まあね今ね多分多くの人が自粛してると思うんですけども、この期間でさえ外に出れなくて本当になんかイライラっていうか、もう本当に鬱になりそうな感じなのに、ラプンツェルはもう何年もここにいたわけですからね。じゃあもうマイデザインの方ね紹介していきましょう。はい、じゃあ紹介していきます。今回ドレスで作りましたラプンツェル、皆さんね結構待望のラプンツェルだと思うんですが、いかがでしょうかね。なかなかね上出来にできたかなと思うんですけど、まあポイントの方はこちらですね。真ん中の方にあの紐でねバッテン書いてみたり、あとはあのスカートの模様ですねも作ってみました。でこちら後ろですね。ラプンツェルの衣装は思ったよりシンプルなので、まあそんなんかどっちかというとこれパジャマだよね多分。うん、ラプンツェルのこれパジャマじゃないですかね。だってこれで多分寝てるでしょラプンツェル。で横の方にはねちゃんとここにねあのしましまも入れてあります。で反対も一緒ですね。でまあ、僕がね結構ねドレスとか作るときに気をつけているのは、ちゃいことでも大体に出すっていうところですかね。あんまりなんか分かりにくいところだからこそ結構その境目になってたりする。例えばこういうとこですね、映画の衣装だとそんなに目立ってはないんですけど、これをねただデザインではちょっと大きくすることでね、よりね立体感みたいなのが出るかなと思います。まあ説明はこのくらいかな。じゃあ色の方をね紹介していきましょう。はい、これねメインのね上半身の色でございます。そしてねこれが下半身のスカートの部分の色です。でこれお肌の色作ってみました。でこれ袖のとこだったりね、あとはスカートの一番下の部分ですね。で次の色がしましまの部分で使った色と、あとは袖の部分でね、袖の大半をこの色で塗ってあります。お腹のところの紐の部分の色でございます。でこれねスカートにあるお花模様をねちょっと出すためにつけてみました。じゃあね、色以上でね、色の紹介は終わりますので、ね、もしね、作りたい人はここでスクリーンショットの方してください。はい、じゃあ出来上がりでいきましょう。で、名前の方が、お気に入りの本を読んでにしました。空を飛ぶ光を見たい。自由になれて、私、本当に嬉しいわ。ではね、もう着させていきましょう。はい、じゃあ身につけるで、はい。ラプンツェル、参上でございます。まあ、これ作るにあたってね、また昨日ね、ラプンツェル見たんですよね。初めて見たのが、ね、中3の時なので、僕、まあ、面白かったですね、やっぱりラプンツェルは。私にも、夢がある、空を飛ぶ光を見たい、自由になれて、私、とっても嬉しいわ。はい、女をね、やっぱ照れさせてみて、皆さんでね、こうやって楽しんでもらえればいいかなと思います。ちょっとね、前髪がね、邪魔してるかなって感じはあるんですけど、まあ、悪くないでしょう。
うん、ラプンツェル完成でございます。じゃあもうね、早速ね、じゃあ友人の方作っていきたいと思います。じゃあお顔の方ね、変えていきましょう。友人の泥棒の名前なんて言うんだっけ。フリンライダーか。あ、フリンライダーだ。そうそうそう、フリンライダーさんね。じゃあお顔の色ちょっと黒くしてあげましょう。で、髪型がいいのはないんですよね。これはちょっと、だってこれ、あ、でもこれかな、うん、これなんだよな。だって他の、これはだってドルドムントの山頂じゃん。これ、うん、これでもいいな。ちょっと違うけど、前髪がね、ちょっとやっぱ邪魔なんだよな。まあでも日本のゲームだから仕方ないよな。これのはいいんじゃないかな。うん、なんかちょっと地味な感じはあるけど、まあ、これでいきましょう。でね、目の色の方はね、ラプンツェルと対称にしたいので、僕はこれにしたいと思います。で、目の色はね、まあ黒っぽいので、僕は茶色にしていこうかな、今回は。で、鼻口はいつも変わらずでいきましょう。で、チークの方も入れてあげてください。チークじゃあ僕これにしようかな。で、完成です。はい、じゃあね、服の方をつけていきましょう。はい、じゃあね、服の方なんですけど、まずね、ズボンから着せていこうかな。で、ズボンは昨日いいの売ってて、これなんですよね。これ多分いつも売ってると思うんですけど、スラックス履かせて、で、靴の方はね、今回こちらね、エンジニアブーツの方をね、履かせていきたいと思います。ユージーンといえばヒゲなんですけど、これじゃあもうね、ロバート・ダウニー・ジュニアになってしまうからね。これでしょ？ロバート・ダウニー・ジュニアでしょ？だからこういうのなしで、ヒゲはね、今回ちょっとつけないでいこうかな。うん。本当はヒゲ貼った方がね、いいんだけど、売ってないよね、顎ひげだけって。売ってんのかな？まあ、売ってたらね、またそれ買ってもらえればいいかなと思うんですけど、ちょっと僕持ってないので、持ってないというね、もう、ダメですね。仕立て屋のね、リセマラほどだるいものはないから、うん、もう本当に。じゃあこれでね、完成です。はい、じゃあね、僕の作ったデザインの方を見せていきたいと思います。はい、今回なんですけど、長袖シャツで作ってみました。ただね、丈が長いコートみたいなの着てるので、こちらでもいいかなと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい。皆様作ってみましたが、かなりね、こうやってね、平面にしてみるとかなり似てますよね。うん、これが表で、これが裏です。裏はね、元からラインがついてるので、そこに合わせて線を入れてみました。で、これ袖ですね。袖ちゃんと白にしてあります。反対もね、白にしてあります。で、まあ、ポイントとしましては、やっぱり、ボタンとかかな。ボタンつけることで結構リアル感出ますし、あと袖のね、この丸いチョボみたいなのも入れておきました。ただね、フリンライダーってね、半袖なんだよね。だからちょっと、半袖にしましょうか。僕はね、いつも作るときね、もう片手に、画面2つ出して、1つにこうやって画面映しながら、もう1つの画面でね、画面映して、もう1個ね、携帯の方でね、ドラゴンボール見ております。いつも。マジでドラゴンボール Z 今見返してます。もう暇なので、本当に。でね、僕はいつも袖の部分作るときに、やっぱりちょっと濃い白をね、入れたりするんですよね。やっぱり。はい、じゃあね、今ね、実況で作ってみましたがね、こんな感じになります。うん、悪くないね。うん、かなり上出来なんじゃないですかね。じゃあ色の方ね、紹介していきます。こちらメインのね、青緑なんですけど、こんな感じで作ってます。で、次の色が横のね、下のシャツの色ですね。はい、僕はこんな感じで作ってみました。ちょっとね、オレンジっぽい白にしましたね。はい、そして次はね、ベルトの茶色です。で、次ね、お肌の色作ってみました。でね、次がね、ボタンとベルトの金具の部分の色です。そしてこれがね、服の線の色ですね。さっき作った青緑よりも一つ黒っぽくしてあります。で、これがね、腕まくりしている部分の白です。ちょっと黒くしてみました。皆さんね、ぜひともね、自分で作ってもらいたいっていうのは、やっぱり自分でね、ちょっとアレンジできますので、僕のだけが全てではないですから、やっぱりそうやってアレンジしてみるのもいいかなって思ってます。はい、じゃあね、今回これで完成です。皆さんね、スクリーンショットしましたでしょうか。はい、じゃあね、着させていきます。このデザインの名前はフリンライダーにしてありますがね、この時はね、多分ね、もう相当疲れててボケる気はなかったんでしょうね。あんまりないよねあんまりなんかボケる要素もないので、じゃあ完成です。はい、じゃあね、もうね、早速ね、着させていきたいと思います。ドン。はい、ということでね、皆さんに見せていきますのはこちらフリンライダーの服でございますが、いかがでしょうか。ちょっとやっぱりヒゲがね、ないのであれなんですけど、明るい南の島で一人のんびり太陽を浴びて優雅に暮らすのが夢。はい、それではね、 ID の方も公開していきたいと思います。毎度言ってますがね、もう開発一つも進んでません。はい、もうマイデザインするためだけのゲームになっちゃってます、僕。はい、じゃあ投稿していきましょう。はい、じゃあね、投稿していきます。じゃあね、ラプンツェルの方から、じゃあ投稿していきます。
はい、作品 ID の方が MO91X8K0V0S59Y でございます。はい、じゃあね、不倫ライダーの方も投稿していきましょう。じゃあね、番号の方が MO15BQQDXP5R67 でございます。ちなみにね、僕のね、作者 ID は MA91580059-7860 でございますので、ちなみに僕ね、結構投稿しておりますので、ぜひともね、作者 ID の方からもね、調べてもらってダウンロードしてもらうとね、結構いいかなと思ってます。うん、なかなかね、投稿してます。全部はね、まだ投稿してないんですけど、それもね、ただめんどくさいだけなので、今後投稿していく予定です。はい、ということでね、今回はラプンツェルからラプンツェルと、あとね、不倫ライダーの方ね、作ってみましたが、いかがだったでしょうか。まあ正直ね、ラプンツェルはね、思ったより難しくなかったです。やっぱね、アナと雪の女王が僕の中でそのピークだったので、やっぱりあれがね、むちゃくちゃ難しかった。でもね、その分ね、ちゃんと再生回数もね、多くなってるので、本当にありがたいって感じかな。でね、今後もね、どんどんマイデザインの方ね、投稿していきます。やっぱりね、まだまだね、ディズニー作品僕作ったのは本当に1割ぐらいなんじゃないですかね。だからね、もうどんどん作っていきますしね、ぜひともね、皆さんね、僕とね、通信してね、なんか、ディズニーごっこみたいなね、したくないですか？僕めっちゃしたいんですけど、ただディズニーのセリフを言っていくみたいな。あとね、結構ね、ちょっと草ぼぼだな。ここ最近来てなかったから、もう。草ぼぼだな、ここ。やべえな、これ。でね、個人的にはね、やっぱり YouTube でね、ディズニー関連をね、ま、集まりでやる人がね、すごい増えたなと思いまして、負けてられませんね。やっぱりね、どこぞのカップルチャンネルがやってたってね、こっちにはね、知識と経験ってものがありますから、もうね、絶対にめげずね、戦っていきたいかなと思います。はい、じゃあね、今回の動画はこれで以上にしたいと思います。ぜひともね、この動画が良いと思ったらグッドボタン、そしてね、今後もね、継続していきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。一人のんびり太陽を浴びて、優雅に暮らすのが夢。以上です。さようなら。